ペラ言っておきましょう、はいはい、先ほどの小田島くんの話なんですけども、私番組の企画でティラミスを1週間、ティラミスしか食べちゃいけないっていう過酷なロケがありまして、大体5日目ぐらいで本当にもう辛くて、その日が熊本に営業に行くっていう日で、でもそのティラミスを持ってスタッフも熊本に来るんで、もう絶対ずっと見張られてるんですよ。でそんな中お昼に小田島くんは隣で普通に私の食べるはずだったお弁当を普通にこう食べてたりするんですね、でまあ本当にもうなんかこう黙って食べればいいものをこう、あ、これこれ豆腐かとか言いながら、ずっと腹立つなと思って、なんか黙って食えよと思って、で、まあ、それでイライラもしてるんですね。もう結構精神的にも体的にもピークで、で帰りの空港でこう待ってたんですよ。そしたら小田島くんがなんかこううろうろしてるんですね、空港内で。何やってんだろうと思ったら、この売店でポテトチップスを買ってたんですよ。でそれもちょっとやっぱりなんか東京ついて私と別れた後買ってほしいわけですよ、店 見たくないわけですよ。でレジでこう買ってすぐこうリュック入れてるんですけど、いやもうバレてるからと思いながらバッと入れて、で飛行機乗ってしばらく経ったらなんかこうガサガサ聞こえるんですよ。なんか聞こえるなと思って、でこうやってファッてこう後ろ見たら、私の後ろの隣の席に小田島くんが座ってて、で私の隣のこの席と席の間、ここ細い隙間からこう見てたんですよ、小田島くん。したらもう今まさにポテトチップスをこうやって、こうやってこう開けようとしている。ね、うわマジかと。まず飛行機の中でポテトチップス食べてる大人初めて見るわと思ってマジかと思って、こうカーカーってこうなかなか開かない感じとかもイラついて、もう開けろよと思いながら、もう開けるなとかも思いそう、ガーッて開けて、そしたらバーッて開いた瞬間こう隣の肩にバーッてぶつかって、すいませんみたいな、なんだそれだっさと思いながらずっとこっからこう見てたんですよ。そしてこうやって私もこの開けて、でそのポテトチップスも味を見たら九州醤油味って書いてあったんですよ。なんで九州醤油楽しんでんだよと思って、もうめちゃくちゃイライラしてるわけですよ。それで1枚食べて、そしたら何思ったか CA さんをこう呼んだんですよ。で黙って呼んで、なんか言えやと思いながらこう黙って呼んで、で CA さん来て、すいません、割り箸ありますかって聞いたんですよ。割り箸はないですけども、こちらがありますって言ってトングをもらってて、トングと思って、トングどうすんだと思ってこっからずっと見てて、そしたらこのトングを小田島くんがもらって、3回カンカンカンってやって入れて、で揚げたてのポテトチップスのかのようにゆっくり取って、それを口に入れて食べたんですよ。私もずっともう食べたいっていうのもあるし、なんだトングで食ってると思ってずっとここから見て睨んでたんですよ。そしたら小島くんが食べてる、この睨んでる私にパッて気づいて、やばいと思ったんでしょうね。なんかパニックったのか知らないですけど、一言、そんな美味しくないですよって言ってうるさいなと思ってなんだそれと腹立つ、トングで食べるかね、腹立つ。食べる前の3つのカンカンが腹立つ。揚げたてのようにゆっくり口に入れる。手が汚れたくないっていう。そうそうですそうです。そろそろ。一昨年ぐらいの年末なんですけど、マンションに住んでまして、でそのマンションが変っていうかね。まあ車ですよね。で駐車場があるじゃないですか。で車にリモコン入れてて、こうついたらこうビーッと開いて、で中入って、でまあ勝手に閉まる。でおかしいのが、普通そういうマンションってシャッターの横に中からもシャッター上下できるみたいな。でうちのマンションそれあんねんけども、鍵がかかっててリモコンじゃないともう上下できないんですよ。ほんでまあそれはまあしゃあないかと思ってて、ほんで車降りて、でエレベーターで上上がるんですけど、そのエレベーターの手前にも1個ドアがあって、でそれは部屋の鍵で開けて、で中入らないといけないっていうシステム、なんかこう結構もう防犯裁マンションで、まあまあしゃあないなと思って、で年末ですよ、僕家一人でおって、あ車に忘れ物したと思って、でちょっと取りに行こうと思って、でエレベーター乗ってふーっと降りますよね。
でも、もう薄着ですよ、寒いけど、まあまあ、車にちょっと取りに行くぐらいやから、そうですね、でドアガチャッと開けて、バタンって閉まった時に、はい、あー、何にも持ってきてない、はい、うん、鍵も置いてきたまま、はい、ってことは、はい、このドアも開かない、はい、シャッターも開かない、はい、車の鍵もないから、リモコンも取られへん。はい、なんとかなるか、いや、なれへんなれへんあれあれ閉じ込めるもうね、スウェットなんですよ、もうこんなもう何回ももう洗ったやつやから七分袖のもうこんなスウェットからめっちゃ寒いですよ、あれどうしたらいいねん、ほんまパニックですよ、ほんでそんな大きいマンションでもないから人の出入りもあんまない、夜ももう12時ぐらいなんで、うわどうしようと思って、もうとにかく何とかせな、俺このまま凍え死ぬから、ほんでこのいろいろ悩んで、このドアをなんかガラスの合成樹脂みたいなガラスなんですよ、これをもうぶち破るしかないと、はいはい、そうですね、うん、で消火器があったから、はい、この消火器で車の窓ガラスを割ってリモコン取るか、このドアを割るしかないと、車のドアはやっぱりあのガラスは割りたない、はい、でこの消火器持ってもう割ろうと、はい、もう後で弁償したらええわと思って、持って思いっきりもうブルースウイルス的な感じでバーンやったらバイン効果ガラス倍の力で押し返す行けば行くほどね、これはいかんと、でその防犯カメラみたいなのが宿舎用にあるから、もう必死でこうやってるんですけど全然何の音沙汰もない、ここどうすんねやと、ほいで駐車場の横の壁があるんですけど、この壁にあのホッチキスのでかいみたいなこんなはしごをしてもうとにかく外に飛び出るしかないということで、それも結構高いのよ、それをバーッと1個目が高いの、一回ジャンプしてグーッ上がって上まで上がって、その駐車場のその塀の上に立っただけや、何もない、何もない、俺はやりようがない、戻るしかない、また戻って、ただ1個目高いからもう飛ばなしちゃわない、ガーン飛んだらスタンなって後頭部ガーンってパッて見たら防犯カメラめっちゃあるから、またガー隠れてなんか怖いやん、かっこ悪いやん、ガーンなってあかん思って、もう一回消火器やめたらバイン気分もうめっちゃ寒いよ、めっちゃ寒い、でもどうしようと思って、はい、もうシャッターのとこからずーっと人通んの待って、はい、ほなね15分ぐらいかな、はい、OL さんみたいなのが2人、はい、でも暗いね俺のそのマンションの人、はいはい、すいません、はい、すいませんって、何何ちょっといいですかちょっといいですかで、バー来てはぁーってそうやねそうやねん、どうしたんですか、いやちょっと駐車場から出られなくなって警察呼んでもらえないですか、ほいでその女の子に警察呼んでもらって、ほな警官来て、あいあいどうしたのとか言われて、いやすいませんこういうことで、言うたら向こうからなんかトランシーバーみたいなんで、どうしたどうしたみたいなって、もう明らかに俺に聞こえるように、芸人さんが閉じ込められてますだからその住人が帰ってきて、なんとか開けてもらって鍵開けてもらって、もうすいません言うて、もう家帰ったようなことで、それは最悪ですね、最悪です、最悪です、で俺その OL さんにあのルミネのタダ券あげてもうちょっと出てませんよ、出てない、出てません、なんでそこ後輩に託すんですかもうちょいええもんあげてもよかったぞ、次のマネージャーさんも違うマネージャーさんがついて、そのマネージャーさん今のマネージャーさんと一緒なんですけど、もう16年ぐらいついてるんです現場で、もう長いマネージャーさん、上久保、はいはいはい、その子はやっぱ高校の当時なんか野球かなんか体育会系で、
で早いうちからそういうなんか応用力とか対応力とかすごくやってくれて、で僕に対してもすごく我慢強くいろいろやってくれて、今までもずっとついてるんですけども、でも多分すごくやってくれるんですけど、プライベートが一切ないんですよ。そこはなんかね、一線を引くっていうか、お互いなんかこれはなんか線を引いてした方がいいんじゃないかなって、まあ暗黙だったんでしょうね。だから、収録が終わってご飯食べに行くことも一回もないですし、どっか遊びに行くこともないです、でもなんかやっぱりなんかあってもいいのかなと思いながら、ゴルフに誘ってよかったんですよ。じゃ今度の日曜日俺休みだし、休みだと思うからゴルフ行かないって言ったら、いやそれはもういろいろあるんで大丈夫です、大丈夫、ゴルフぐらい行かないかって言っても、まあなんかそこはやっぱり線を引きたがってるんでしょうかね。でまあ2年経って3年経って、もうそろそろ行かないってゴルフ行かないって言っても、いや多分他のメンバーのスケジュールもあると思いますんで行かなきゃいけないんで、ちょっとって、でも偉いなっていう反面、そんな顔見知りの人だから全然緊張することもないから大丈夫だから行こうよって言っても固くなることあるんですよ。で5年6年経った時に初めてゴルフ行こっか、もうそろそろいいんじゃないかって、じゃあお供してよろしいでしょうかって、全然よ、ほんと気兼ねなく、じゃあ今度の日曜日お願いします、で木曜日金曜日やって、お明日明後日になるなっつって、ちょっとジッパーの人が行った方がいいですね、まあ別にそれは自由だけども行った方がいいんじゃないなって、で日曜日の前の日の土曜日の金スマかなんかの収録があった時に、ちょうど特番かなんかだったんですかね、まあ、ゲストの方々来てて、僕収録中にお腹痛くなって、で腹痛いなと思って、でも痛いのはまあこらえられるから大丈夫だけども、でもこれちょっと尋常じゃないな、ちょっと本当すいません収録止めて、ちょっと休ませてもらえますかって、本当5分であれしますんで、でトイレ行っても出るわけでもないし、でも痛いなち戻ります、よしやりましょう、すいませんでしたってやってる時にまた痛くなって、この激痛なんだ、ちょっと油汗出てきて、その時、女芸人さんが森さん中とかも何人かいて、これ止めたらまた次の日のスケジュールもないから、なんとかやんなきゃいけないなと思って、一回休ませてって楽屋戻ったらそのままもう気失っちゃったんですね。気づいたら病院で、うわ何だったんだと、痛い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 、なんで病院ですかって言ったら、今いろいろ調べたら盲腸ですと、ああそうですか、やっぱ痛いもんなんですか、痛いと、で夜中今1時2時ぐらいやったのかな、でどうすればいいですかって言ったら、これもう手術をするしかないですね、で僕聞いたことあるんですけども、散らすことはできるんですか、散らすことはできますけども、今の段階では手術ですね、僕は散らして、まだちょっと収録があるんで、ちょっと散らして入院もしたくないし公表もしたくないし、そしたら明日の朝ちょっと数値を見てみましょうと、それで下がってたらちょっと考えましょうと、ほんでじゃあそのとりあえず入院してください、その2時からちょっと横になって寝たのかな病室で、で寝て看護婦さんに起こされて、ああどうもどうもおはようございますっつって、数値の方測りますんで、測りました、じゃあ結果もうちょっとしますんでと、そうで看護婦さんが出てって、入れ違いにその現場のマネージャーさんが来て、で僕はちょっとリクライニングでこうしながら、ああそうかそうか来たかっつって、ああもう大丈夫、本当悪いな、キースマの収録どうなった、いや大丈夫ですよ、もう気にしないでいいですよ、ああそうだよな、あゴルフお前行ってこいって言ったら、何言ってるんですが、中井さんがこんなんなってんのに、ゴルフには行くわけいかないですって、いや大丈夫だって、そんな俺もう本当みんな知ってるメンバーだし、で俺はもう別にお前がいてもいなくてもこの治りのが関係ないから行っておいで、何言ってるんですか、中井さんがこんな状況で僕らが娯楽のゴルファーが行けるくもないじゃないですか、行ってこいっつって、俺キャンセルするわけにもいかないし、そしたらみんな行けなくなっちゃうから、僕は行けません、行ってこいっつってたら、行けません行ってこいって言ってるだろっつったら、全身ゴルフウェアだったんですよ。何万円くけんなあれ、何万円くけんなあれ、シューズまでゴルフショーだ、早い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 、最高だな、なんかチェックの帽子かぶってて、ここに何かサングラスかけてた、行ってこいって全身ゴルフや、すごいなっていう話です、っていう話です、もう一回しか喋ってないですよ、そうなのよ、だから星川ひろみやって、出たひろみ、この後今夜最後の滑らない話、はい、さっきのママの振りがあったから、ママ行きますか、ママの話行きますか、ママまあてまあ、天然でさっきもそうなんだけど、はい、料理あんま得意じゃない料理、ね、まあ、そのなんとなくアイドルなんかやってて料理なんかやったことなくて、そのまま結婚しちゃったから、で結婚してすぐぐらいの時に、まあ、肉焼いたりとかして俺食べたら、あれこれ味しねえなと思って、ママこれ塩コショウしちゃったら、えするのっつったの。
原始人みたいな。そこから始まってるわけ、ね、それがもう21年前ですよ、ね、でもまあまあそれね、子供もできたりとかしていろいろ料理なんか もうやるようになったりとかして、でもまあ料理やっててもまああのよくお袋の味だとかっつって、あのじゃ肉じゃがとかさあんじゃない、でこの間も肉じゃががボンってあったわけで、あったから俺肉じゃが結構あるのに子供も横にいるのに手つけないの、肉満載で肉じゃがね、ほんで俺が食べたら甘いこれ何なのこれスイーツこれっつったね、これスイーツじゃないのって、そ息子にお前食え食ってみこれすげえ甘いからって言って、いやいやいや昨日食べたけどすげえまずかったって言われて、あまりにもまずくてまた砂糖とかみりんだとかなんか入れても味わかんなくなっちゃってる、もうそんなのが山ほどあるわけ、でもまあそれも含めて俺はほらあの好きだからね、あの別にいいんだけど、ママがね、ママが、でこの間あの夕方ね、あの子供誕生日やってて、であのパパ何か食べるって言って、いやあの仕事10時ぐらいからだったから、あのまだいいかなって、じゃああの後で食べる、仕事行く前にって、あのちょっと運動してくるわっつって、運動して後で食べるって、あじゃ あの仕事行く前にあの冷やしうどんを食べる、おお前に一回作ったことがあった、はいはい、前に、はい、でそこそこまあそこそこのうまさだった、まあ、まあまあ食えないわけじゃねえなそりゃそうだよ、冷やしたぬきうどんだからね、わかるじゃない、あんな難しくはね、そうそうそう、うん、で、あ、OK、後でじゃあ仕事行く前に食べるよ、で俺は運動しに行ってで戻ってきて、あばばあのもうほら仕事ほらもう時間ないから、うん、冷やしうどん食べるって、いや食べるよ食べるよ、そのために帰ってきてんだから、うんうん、ね、うん、食べるよって言って、うん、俺はもう頭の中冷やしたぬきうどんだから、はい、俺でまあじゃあどうするのかなと思ったら、ママがあケーキ食べるって言うから、うん、いやいやまあ違うじゃん、あの今俺ほら冷やしたぬきうどん食べたいから、はい、いやケーキは後じゃん、うん、ね、後で、いやでも子供誕生日なのケーキだから、いやいやまあまあそうなんだけど、うん、ケーキ後でさ、冷やしたぬきうどん早くしても時間ないから、時間ないから、まあ、まあそうだね、もうマネージャーさんも来てるし、うん、まあ、ちゃちゃっと作るから、うん、でなんかまあ作ってたわけ、はい、でまあなんかこういうことでなんかケーキ食べろとか面白いこと言うなーなんて思いながら、はい、でまあ冷やしたぬきうどんだからそんな時間かかんないでできるじゃん、うん、でこう見た目がこうまあねうどんがあって、まあ、上にこうきゅうりだとか、はい、あのなんかわかめだとか、はい、何、天玉みたいなのこう乗ってるわけ、はい、おーおーおおと思って、うん、できたわよって言うから、で俺普通に「よしオッケー」ってもうちゃさっと食っていっちゃおうと思ってパッと食べたらものすごい麺が熱かったわけ冷やしたぬきうどんで麺がもの熱っ何これこれ何ママこれママ何なのっつったら「うん、アレンジしてみた」いらねえよなんでそのアレンジすんのねえなすごいだろ、すごくない、バカされたんだから楽しい俺でちょっとイラッとして俺多分もうイラッとしながら俺食べたのね、まあいいやと思ってしょうがないから、しょうがないから、ものすごい熱いんだけど食べたわけ、じゃ食べ終わった後にパパサラダ食べる順番が順番バラバラでしょ、ね、まあね、まだ16だからね、16だからジェア、そうですね、ジェア、そうですね、最近芸人で結構ラップの仕事みたいなの流行ってて、うん、僕もあのフリースタイルラップのトーナメント決めるみたいな、見てた見てた、そうなんですよ、うん、お仕事が来たんですよ、うん、でやっぱ怖いじゃないですか、急に当日行ってビートかかって、うん、アドリブで即興でなんか言うってあんまないじゃないですか、うん、だからちょっと練習しとかななみたいなんで、うん、あのマネージャーにあの高森くんっているんですけど、はいはいはい、高森くんがちょっとそういうヒップホップとか好きっていうの知ってたんで、うん、ちょっと楽屋で練習せえへんかみたいな、うん、で高森くんはいやちょっとそんな無理ですよ、うん、でも言っても一般の会社員なんで、そのいやでもちょっとほんまに気にせえんから本気でディスってくれみたいな、全然ほんま練習しときたいからって言って、ほんまに対戦相手やと思ってちょっとやるからって言って、うんうん、ちょっとやってみます、分かりましたって言って、うん、で僕が「よいよいよ」っつって、うん「高森くんすまんな練習相手になってくれて、でも本気で来いよ、俺もこの仕事で本当にあのラップの任務つけたいし、もっとどんどん上に行きたいんだよ」みたいなラップ仕掛けたんですよ、ほ、うん、だからなんか「あのちょっとえみたいな、なんかなるんかなと思ったら、うん、高森くんがなんかバチってスイッチ入って、なんかめくってなって。うんうん、お前はまず靴が汚い、汚すぎるから話入ってこないんだよ、めっちゃレゲエやったレゲエや、すごいレゲエや、靴汚い、ラガラガラガってしてて頭真っ白って、すごいレゲエやんって、え
担当マネージャーがすごいレゲエで気になってたんや。ほいでパーンって頭が飛んだんですよ。なんか靴が好きなんです。靴が汚い、靴もベロがいつも入ってる、あれいつ出すんや、靴の履き方知ってんの。すごいな、頭真っ白なんですよ。ほんで、まあ、僕のターン、おーって、まあ、僕から仕掛け、はい、誘ってるんで、おーっつって、よー、お前すげーなーって、お前レゲエ好きなの知らなかったよみたいな、ほんまにレゲエ好きなんでしょ。おー、高森くん、でも、ほんと俺上にここから行きたいから、ほんとにスケジュール管理も頼むぜ、先輩にも好かれて、下り明星もっと行こうぜって返したら、そんなことよりお前は靴汚いとか、そんなに汚い、俺どんだけ靴汚い、靴ばっかり汚い、そんな靴汚い、腹立つ。見たいわお前の靴は。靴汚い、そんな汚いないんすよ。してくれ、そしたらそんな汚いないんすよ。そんなイメージはないないんすよ。いやただそれは政治上のそのイメージじゃないけど、普段はそうなんだ。ちゃうぞ、即興で言っとるから多分マジなんすよ。マジやな。靴汚い、お前靴って洗えんの、それ洗い方知ってんの、知ってんのも腹立つ、知ってんのって。それなんや知ってんのって、ちょっと一回止めて、さすがにちょっと待って、そんな靴汚い。一回僕から誘っといてあれですけど、ちょっと練習とはいえ、俺そんな靴汚いかなってなったら、あのすいません、あの本気で行かしてもらいました。あ、じゃあほんまなんやって、はい、ほんでそう楽屋に粗品持ったんですけど、粗品も作業してて、ちょっとごめんと、その靴のラップ気になりすぎて作業ならんと、ちょっと高森ほんま頼むから、ちょっと靴やめてくれ、ほんま練習すんねんけど靴やめて、で高森くん先行で、イエーイ、言ってやる、お前は芸人として、ちっちゃいからもっと説得力つけた方がいいと思うみたいな、あで僕のターン、まあその、 説得力は年取ってキャリア積み重ねていったらできるもんだからなみたいな、ほんで次高森くんに2ターン目来たんですよ。ほんなら説得力って言葉詰まって、やっぱ即興だからで、クーって顔めっちゃ赤なって、クーって、ごめんなさい、やっぱり靴が気になるっつって、どんだけ靴気になるんだよ、やっぱり靴が気になる、そんな靴気になる、お前の靴見たいわ。俺もそのラップから現場で靴見られるのめっちゃ緊張するんですよ。靴似てるやん、嫌いやん、靴盛り君、高森君でもいろいろ思てんねやろな、我々のこととかもいろいろ多分思てんねやろな。靴すごいわ、高森君に会うの、靴とレゲエが好きなマネージャーという、なるほどな。じゃあ行きます、そうですね、スピンオフですしね、はい、うん、はい、地上波では流れませんからね、そうですね、コマーシャルをね、うん、はい、やらせてもらうんです、うんうん、はい、もうまあ結果も取ったんですけど、うんうん、車のね、うんうん、トヨタさんの、コマーシャルをやるんですけど、撮影はあったんですよ、うんうん、それとはまた別でラジオの、うん、ラジオ CM はまた別日にありますと、うんうん、でテレビ CM を撮ったとこと場所は違うんですよ、うん、でそれこそマネージャーからメールが来まして、うん、どこどこなんとかスタジオですと、うん、全く行ったことないスタジオですよ、うんね、うんうん、でまあ長く長文をねこういろいろマネージャー書いてるんですけど、トヨタさんの CM に出演させていただくわけなんですよ、うんうん、まあ正直僕が乗ってる車が別の車なんですよ、はい、別のメーカーさん、それだって知りませんから、僕はトヨタさんのコマーシャルをやる、はいはいはい、知らずにもうだいぶ前から乗ってる車ですからね、たまたま違うメーカーの車だったんです、はい、トヨタさんに失礼なので、タクシーで移動してくださいと、いやそれ、はい、そこまでそれ気にすることと、でそれをね、天下の豊田さんが、はい、いやー、CM やるくせに、自家用車は違うメーカーやないかって、言わーらへんって。
ね、で僕運転好きやし、ちょっとね仕事って自分で行かんとテンション上がんないんですよ、タクシーとかだとすごい僕運転好きやから、もうそのブレーキのタイミングとか、そこだから今もう今行けたとかいろいろ思うタイプなんで、イライラしてテンション上がんないんですよ、ほんでそれも分かってるんですよマネージャーは、ほんまは俺は車で行きたいんやろなって、でもジュニアさん今回はトヨタさんの CM なんでどうしてもタクシーで来てくださいと、でその初めて行くスタジオに入り時間は3時ですと、細かい地図はジュニアさんが家を出られる頃にファックスしますって書いてるんですよ。いやいやいや場所も一切分かんないですよ、俺は何そこの現場まで家から何分かかんねんと、俺が家を出られる頃にファックスを送ります、じゃあ俺はファックスの前で待ってて、ファックスが来た今が出時やーって出んのかと、そうですね、どういうことやねん、ちょっと意味わからん、大変申し訳ございませんでした言うて、30分弱で着きます言うて、ほんまもう映画にしてくれよ言うて、結果タクシーマネージャーが呼んでくれたタクシー、そして CM 終わった後に来たタクシー両方日産の車やったわ。そんだけして両方日産やったCM 側が読んだ送りのあれも日産やった全然気にしてないやん、全然気にしてない自分の車で行きましたねあ恐ろしいっすよ過剰な過剰すぎますよね、じゃあ行きます、行きましょう、なんかいいわ、なんかいいわ、なんかいいと思う、そうですね、もう最初、じゃあ聞いていただきたい、はい、私結構マッチ大好きってあのいろんなところでずっと言わせていただいてるんですけど、本当に小さい頃本当にマッチさんのことが好きなもんで、そのなんていうの、好きっていう気持ちをどうやってその感情を表現したらいいかよく分からなくて、一回部屋でクラシックをかけてマッチさんのポスターを抱いて踊ってたことがあるんですね。だってそういう感じ。おいくつぐらいの時に？10歳か11歳ぐらいの頃ですね。でやっぱりなんか他にちょっと愛情表現がうまくちょっと思いつかなかったんで、それで部屋で踊ってたんです。でちょうどその頃キャンディーキャンディーとかが流行ってたんで、そういう社交会シーンとかそういうダンスシーンみたいなのがあったんで、好きな人とはダンスを踊るっていうなんかそういうイメージなんかあったよね。それで部屋で踊ってたんです、そしたらたまたまなんか私に用事があって、父が部屋をガチャって、ガチャって来たら、娘がポスター抱いてくるくる踊ってるんで、わーっと思ったんでしょうね、で、まあそれを子供のそのファン心理だと思ってこう整理してくれたら全然良かったんですけど、なんかやっぱりこう女ってまあ娘ですし、このまま行って大きくなって芸能人と結婚したいと言い出したらもう本当に傷つくのは目に見えてるし、諦めさせなきゃいけないと思ったんでしょうね。で夜その頃私二段ベッドの上に寝てたんです、妹が下で私二段の上で、で多分高さがちょうど良かったんだと思うんですけど、私が寝てるところに父がやってきて、こうやって耳元で、お前はマッチとは結婚できない怖いな、マッチとは結婚できない、多分まあそうやって洗脳しようと、洗脳はまあそうなのかな、ある日バッと起きたらちょうどお前はマッチだっていうところを見ちゃったんで、もうショックでわーって泣いたことでその事件が発覚して、父が母にコテンパンに怒られた、娘の夢を継ぐんじゃないわ、母親と親父の違いみたいなものが分かるね、なるほどね、分かりました、いいですね、ありがたい話は、これほっこりします、いきます、あ、手筋、ありがとうございます、リアル、あ、リアル、影のあだ名ですけど、リアル、
あのですね、あの芸人さんってなんかそれぞれこう軍団みたいな、どうしても ねできるよね、仲間グループがあるんですけども、あのその軍団の中で教わった、あさすがやなという話があるんですけど、ちょっと聞いていただいてちょっとよろしいでしょうか。あのジュニアさんジュニアさんでね、いろんな後輩とか、ね、まあ、宮迫さんいてますけど、僕が所属してるのはあの香港塾という香港さんが、なるほど、ね、まあ、集まりというよりも塾というかお笑いを教えるという塾なんや。一応今のところ僕一人だけになってしまった。いろいろ入ったり辞めたり辞めさせられたりその塾長の教えとしていろいろあるんですけど、一番大事なことはもう普段から芸人ということを忘れるなという教えがあるんですよ。けどそれってこう言うのは簡単ですけど、なかなかできることじゃないから、まあまあそういう熱い人なんやなみたいな感じで、まあまあそういうのも心置いとこう思いまして、でその香港さんがちょっと焼き肉行こうか言うて、あんま似てへんな、全然似てへん、香港塾やろ、熟成やろ、似てない、焼き肉行こうか全然、焼き肉行こうか焼き肉屋さん言い張るから、ありがとうございます、うん、言うて、うん、6時に予約してんねん早い、ね、6時焼き肉屋しっかり仕上げ張るな、うん、ありがとうございます言うて、うん、でまあまあブラブラ、うん、ね、こう歩いて行ったら、うん、手筋、うん、今何時やって言うて、もうそうですよ、6時にはなってないと思うんですけどね、うん、じゃあ6時に予約してるから、うん、ちょっと早めに行ってもあかん、6時オープンやし、うん、早めに行っても悪いやろ、まあね、うん、で鉄人今何時や、うん、いやだからちょっと僕あの時計とか持ってないちょっと分かんない、何やお前しょうがないやつやなで香港さんがねこう時計をこう見ようとしたんですよ、うん、いやこんなことあるんすね、うん、野生の鳩が香港さんがこうやった瞬間に飛びかかってきた。飛びかかってきた。なんかあったんですか、過去に鳩に何かされたんですかみたいな。いやもうヒッチコックの鳥を超えるぐらいの一匹の鳩が香港さんの腕を掴もうとする。香港さんはそれを逃げようとする。ダーツダーツ。すごい交差点で。鳩は香港さんをどこに連れて行こうとしてるんですか。はい。って僕もなって。なるよね。いやカラスやったら分かった鳩ですよ。うんうん、鳩がガーだって。いやけどもうさすがやなと、うん。香港さんがおっしゃってたんですよ。芸人たるとも芸人って言って忘れた。忘れてた。まあ、普通の凡人であれば。うわー。鳩怖かったな、うん、で終わりですわ、ね、なんやあの鳩、うん、いや香港さん違いましたわ、うん、こう時計を見ようとして鳩が襲いかかってきて、うん、いやーなんで鳩時計やねん言うたってあの状況でよう言うたなそうよね、そうよね、切れ味は悪いけどねよう言ったなって、まあ、よう言う、それは素晴らしいですよ。はい、どうじゃん、あ、はい、吉本ナンバーグランド花月っていう劇場がありまして、はあ、あの楽屋が3階にありまして、ええ、であの結構ソファーがわーっとこう並んでて、うんうん、そこに行くと、まあ、大師匠から兄さんとか後輩とかと、まあ、みんな喋るようなスペースがあるんですけど、うんうんうん、そこによくあの先輩で丸虫商店さんっていう方いらっしゃいまして、はい、僕同期に近いですよ。あ、そうですか、はい、東村さんっていう方が、うん、もうずっとこううろうろしてはるというか、うん、もう徘徊に近いぐらい誰か見つけたらダジャレを言いに来はるっていうノリがあるんですね、うんうん、でもう言うたら、うん、何ですかね、あの楽屋やのに急にポケットからたわし出してゴシゴシとか言うてくるんですよ。で ありだなすみたいな、後輩なんとも言えないんでありだなすみたいな、ゴシゴシ言うてでたわしばっかよねって言われて、ありだなすっていう話で、まあとりあえずちょっと逃げよう思って、うん、あのソファー座ったんですね、うん、東野さんもこうソファーの横に座りはってずっとダジャレを言うてきはるんですよ。で俺ずっと聞いてた、あそうですねそうですねそうですねって言ってたら、ちょっとテンション上がった東村さんが足をちょっと上に、ソファーのちょっと上に上げるというか、ちょっと足をこう乗せてしまった、一瞬なんですけど乗せてしまった、その一瞬を出番に行きはる
桂文珍師匠がそれを目撃して、うん、その足上げてる瞬間をカッて見張って、うん、すごい低い声で、うん、椅子って言い張ったんですよ。だから椅子にあの足上げたら、はいはいはい、ね、行儀悪いやろうっていう、はいはい、でもうそのだからロビーピリってなってみんなシーンってなって僕もなんか一緒に座ってるから同じように怒られてるみたいな感じになってシーンってなったら文珍師匠が行くあのセッタの音だけがカス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 って聞こえてたんですけど、うん、東村さんがその出番行きある文珍師匠の背中に向かってスリッパって言ったんですでえってなってえ椅子スリッパしりとり始めてるってなったんですよどんな心臓してんのってなってえめちゃくちゃ怖いんですけどってなったら文珍師匠ピタって止まってグー見てパンパースって素敵な楽屋やなぁ思ってびっくりしましたほんまにそういうお話さあちょっとじゃあジュニアに振ってもらおうかな流れねちょっといきます。あ、ひょうだろ。ジュニアに水みたいなまさかみたいなこれは今年 の、まあ、初めの方の冬ぐらい1月2月ぐらいで、新型インフルエンザが流行りだしまして、うん、で嫁にちょっとマスクをこうでいてくれって言われまして、うん、でまだそのマスクが売り切れるっていうことなんて想像もつかへんかった時期 で、うん、でとりあえずそんなん行ってくるわ言ってドラッグストアが開く、うん、ちょっと前に着いたんです、うん、ほんで前におばちゃんがいてはったんですけど、うん、もうどっかのスナックのおばちゃんやもんですけど髪真っ赤っかで、うん、なんかもう寝癖でボコーンってなって、うん、で上はなんかものすごく綺麗な青のカーディガン着てはるんですよ、うん、後ろから見たらウッドペッカーやな思いながら見てたんですよ。でチーンと開いてで中入ったんです、うん、で僕ああいうとこ入るとマスクって言われてんのになんかビタミン剤とかを、うん、さっき見に行ってみたりとかしてて、うん、わーってやってたらものすごい先焼けした声で、うん、マスクないのっていうウッドペッカーが言うてて、うん、ほんなら店員さんが売り切れですって言うんですよ、うん、え、ないんかいなって言って出て行きはったんです。で僕もあマスク買いに来たのにと思ってバーって行ってすいませんマスクはって言ったらいや売り切れです、うん、え、これ怒られるわ嫁に思って、うん、で自転車乗って次のちょっと離れたドラッグストア行って、うん、で自転車止めて何やしとったらウッドペッカー出てきたんですよ、うん、でそのままシャーって行きよった、うん、であれ思ってほんでバーって行ってで店員さんにすいませんマスクいただきたいんですけど、うん、言ったらいや売り切れです、うん、え、ここも売り切れと思って、うん、ほんでまた3軒目バーって行って、うん、自転車また止めて鍵閉めてたらまたウッドペッカー出てきたんです、うんその時初めてウッドペッカーとパッと目を打った瞬間、うん、ウッドペッカーが僕に、うん、その時いつから連れなったんかななんかわかるわ一言も喋ってない勝手に仲間扱いしてもうもマスクは諦めましたこの前だから二ケツして探してるね、はい、はい、あ、こば、はい、僕の今のマネージャーがですね、滑らんな滑らんな僕の今のマネージャーがですね、言葉遣いというか言葉のチョイスがちょっとおしゃれすぎて、うん、ちょっとイラッときちゃうとこあるんですよ。ただまあこの世界なんてスケジュールが入る、うん、でなくなるなんかまあこれしょっちゅうあることなんですけど、はいはい、急にちょっとおいしい仕事入った、うん、ねこれちょっとおいしかった仕事なくなったみたいな、うん、例えばこういう時もスケジュール帳パー持ってきて「コバさん、いい知らせと悪い知らせどっち聞きたい？」みたいな言うんですよ。悪意があるわけでもなし、僕の実害を食らうわけでもなし、まあ別に怒ることもなかったんですけど、まあちょっとした事件が起こりまして、まあ、ある番組にゲストで僕が呼んでいただいたんですよ。でその仕事はそのマネージャーにとって僕にとって相当大事な仕事やと意気込んでたみたいなんですね。この仕事うまくいくかいかんかでこの玄道小林というタレントの今後変わるって呼んでたみたいなんです。僕はそれ知らされてないんです。だから普通にゲストで行かせていただいて、ほんでまあそんなね、まあ、そんなむちゃくちゃ意気込むわけいつも通りじゃないですか。わーやってで、まあ、幸い皆さん結構笑っていただいたんです、はい、うん、でまあ満足感持って楽屋に戻ったらですね、うん、ガチャッと開けたらいつもお世話でしたっていうマネージャーがもう何も言わないんですよ、うんうん、
ちょっとねもうこんな、うん、あれみたいな、うん、おいお疲れみたいな、うん、あの今だから言いますけど、コバさんね、うん、僕はこの仕事をコバさんの今後のね試金石と捉えてたんですよ、うんうんうん、これ言わなかったんですけど、僕はこの仕事でコバさんに100点満点取ってほしかった、うんうん、でも残念です、うんうん、今日の点数発表します。何すかそれ、めんどくさいな。でも残念です、うん、今日の点数発表します、うん、120点ですっていう。その時僕は初めてやましいって言ってました。結構めんどくさかった。めんどくさいな。でも悪意はないんでね。なるほど。お時間はねまだあります。後藤、僕6年ぐらいマクドナルドでバイトしてたんですけど、はい、昇格していくんですけど、マクドナルドって何年かやると。でも僕全く昇格ができなくて、やっぱ明るさとかも必要なので、そうか、ただただ作るだけで5年ぐらいやってたんですけど、そこのマックに飯岡さんっていう、なんかいつからいるのか誰もわからないみたいな、すごいなんか女性がいて、おばさんが、はい、50後半ぐらいので、まあみんなそこに触れないようにしてて、で5年目ぐらいの時に飯岡さんが僕のところに来て、ちょっと後藤君これ見てっつって、マクドナルドの本社から後藤匠様へって言って手紙が届いてたんですよ。飯岡さんこれ何ですかって言って、私にも分からないわって言うんですよ。私は15年やってるけど分からないわって、あ、15年なんだってみんなそこでなって、それでこれ何なんですかって、僕も開けるの怖いし、でみんな集まってきちゃって休憩所で囲まれたんですよ、この手紙を持った状態で。じゃあ開けてみますねって言って、開けたら、コングラチュレーションチキンマックナゲットマスターって書いてあるんですよ。コングラチュレーションチキンマックナゲットマスター。ただちょっとヒントが少ないというか、そうだね、ちょっとこうやって開けて見えちゃったんで、ちょっと一回閉まって、コングラチュレーションチキンマックナゲットマスターで15年見たことないって言ってるし、でこうやってこう開けるようになってて、はいはいはい、マックカード500円分挟まってたんですよ、うん、でもわけわからないじゃないですか、本社からチキンマックの何だろうと思って、なんかいろいろ調べてみたんですよ、はい、そしたらなんか休憩中に店のパソコンで暇だからやってたチキンマックナゲットクイズ100問に全問正解してた。すごいや、100問正解ってすごいよ。一般の人がやるやつやもんな。まあそうです、あのそれがなんかマックの会社のあれから申し込んでたんで、そのちゃんと店に来てみたいな。ああそうなんや。 そのちゃんと500円分でナゲットを買ったっていう。そうなんや。でちょっとマッサージ屋さんの話なんですけど、結構一時期ちょっとマッサージに生意気ながらこうハマってた時期がありまして、で僕は毎回いろんなところに行ってこういろんなマッサージを楽しもうということで違うお店に行ったんですけど、大体マッサージ店で行ったらこう自分のパンツ以外を全部脱いで、でお店にある T シャツとズボンをこう履いてみたいな、そういうシステムなんですけど、僕がその時たまたま入った台湾式のマッサージだったんですけども、そこは入ってから気づいたんですけど、足専用のマッサージ屋さんだったんですよ。で僕はでもいつもの感覚だったんで、下をズボン脱いで、で上もこう脱いだしたら、そのついてくれた若い、ね、台湾の女性がケケケケって笑うんですよ。何してるのっつって、ここ足専用、上脱いじゃダメダメみたいな感じで、ものすごいキラッキラキラッキラ笑ってくれるんですよ。でもずっとそこからあ、そうですかすいませんっつってやるんですけど、それがもうを引いてずっと笑ってるんですよ。だまあ正直悪い気はしないですよね。ちょっと受けてるなと、これ今受けてると、でやってる最中に僕でチラッとこうまた脱ぐ素振りしたら、すっごい喜んでくるんですよ。で僕ももう拍車かかるようにやって、もう最終的にこうだん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 こう上がっていって、でパッてこう脱いだら、もういやーってもう大笑いするんですよ、ね、でバーンって上脱いでいやーってなったら、シャッてカーテン開いて男の先生が入ってきて、僕の首ガーンって掴んで、
お客さん、うちそれ禁止って言って僕が変なプレーを強要してると思ったなるほど、ね、もうパンツ一丁になって女性が悲鳴上げるもんだから、うん、なんかを強要させてんじゃん。パンツ一枚で廊下引きずり出されて面白い、行きます。こちら、こちら、あ、来た、京都。福岡吉本時代の話なんですけど、うん、その福岡で番組僕ら持たせてもらってて、うん、で橋でロケやってたんですよ、うん、でそろそろ休憩しようかってディレクターが言って、みんなでタバコ吸いながら、なあどうしよっかな、次撮る時どこ撮るみたいな、うん、もうここでいっか、また橋から行こうっつって、うん、で話してる時になんかボロボロの服着てリアカーを引いてる人が橋を通ったんですよ、うん、でそこでずっと立ち止まってて、スタッフが汚いなって、うん、なんだよお前、あれ映り込んだら撮影できないよ、もうどけよっつって、うん、ああそうっすねって言おうと見たら僕の親戚のおじさんだったで、そうです、5年ぐらい行方不明で僕本当に探してて、もう見向きもせずスタッフとか「マサオちゃん!」っつって走って、マサオちゃんって昔港で働いてめっちゃ喧嘩強かったんですよ、こう入れ墨も少し入ってるみたいな、そのおじちゃんがもうガリガリなって歯もないんですよ、で目もちょっと黄ばんでて、うわあのマサオちゃんかと思って、どうしたマサオちゃんって言ったら、マサオちゃんがスナックのママと別れてこのありさまって知ってるぞ、スナックのママも僕知ってて、最低やね、マサオちゃん、いろいろあったやな、マサオちゃん、いろいろあったやろ、ね、ってあ、どうしようかな、うん、じゃあ僕全然ちょっと行ってないんで、あ、俺じゃ行くか、はい、すごい、おさむ師匠の話なんですけど、はいはい、あ、ボンジのおさむさん、はい、おさむ師匠、癖何個か持ってはりまして、はいはい、まあ、例えば飛び上がるジャンプ癖とか、はいはいはい、まあ、子供を肩車してる時に玄関で飛び上がりたくなって飛び上がってしまうとか、寝てる時に、寝てる時にジャンプしてベッド潰してしまうとか、いろいろあるんですけど、あとっていう癖ありはるんですよ。もっと師匠は大きく出さはるんですけど、おさむちゃんですバッて言うてんのは、あれは癖でもあるのよね。癖でもあるみたいで、でもうあれはもう新幹線乗る時必ず連結部分で2回ってやってからじゃないと座りたくないらしくて、で新幹線乗っててってしたくなったら便所まで行ってやるみたいなんですよ。ほんで師匠、それ映画見てる時に映画館でしたくなったらどうするんですかって聞いたら、吉田そこやねんけど、もうムズ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 してくると、で映画が爆発のシーンになったら利用して、はい、出すねやって言われて、ドルビーを利用してアクション映画しか見られへんやん。お前さ、爆音の時にアクション映画しか見られへんって言われて、まとめてやんねん、まとめてそこで全部出すよって言われて、さあ、おお、だから、ほら出ましたよ、はい、はい、今すみません、って言っちゃいました言ったんですよ、腹立つ男を出しまっても、私の現場マネージャーの小田島くんっていう、あの方の話なんですけど、小田島くんっていうのは割とこう可愛い女性を見るとすごい分かりやすくこう頑張っちゃうというか、なんかそういうタイプの男なんですけども、例えば密着の取材があったんですよね、密着ロケ、1週間ぐらい私に取材、密着するロケっていうのがあって、で1日目を終えたんですよ。そしたらその密着しているこのディレクター、女ディレクターさんがすごい可愛くて、でもうマネージャーの小田島君は結構こうテンションがこう上がってて、ああマネージャーの小田島君にこの結構あの可愛いよねって言ったら、まあまあそうですかねみたいな、こうまあ僕はそうは思いませんけどねみたいな感じで、こうちょっとなんかつかしてるっていうか、でそしたら次の日2日目なんですけど、渡辺って1年間は入社したらマネージャーがスーツで来なきゃいけないんですよ。
で今まで、まあ、小田島くん9ヶ月目ぐらいだったんですけど、9ヶ月間ずっとスーツで着てたのに、なんか2日目次の日私服で来たんですよ。で私服で来て髪の毛もちょっと遊ばせてきて、でも完全にこの小田島くんのなんか勝負服か知らないですけど、小田島スタイルで来たんですよね。で、いや小田島くんなんで今日私服なのって言ったら、いやいやちょっと動きやすいから私服で来ましたと。いやいやでもその3日ぐらい前の登山ロケ、スーツで来てたじゃん。でさえもね、はい、これ完全に意識してると思ってこいつと思って、でちょうどそのトップスもあのポロのラルフローレンのポロのこのちっちゃいマークあるじゃないですか、これだったらまだいいんですけど、このポロのマークがすんごいでっかい、 ありますよね、馬のこうなってる、馬の絵こういうのをこうつけて、ものすごいもうなんかもう本当この私から見たらなんかもう俺はもう馬並みだぞと言わんばかりの、ね、そういうこんな来て、それでもう普通にこのロケやってる時もパッと小田島くん見たら、もうずっとその女ディレクターさんをこうずっと見てるんですよ、ね、全然誰に密着してんだお前と思いながら、で馬もこうなってるわけですよ、ね、でそういうこう可愛い女の子のために簡単に会社のルールを変えるような男なんですよね。で次の違う番組で打ち合わせをするって言って、この喫茶店に集まったんですよ、スタッフさんと。したらそのスタッフさんの中の AD さんが元アイドル家ですごい可愛い女の子だったんですよ。でも挨拶して、でも AD さんの顔見りゃいいのや、もう本当に分かりやすくてもう顔がこう止まるんですよ。で私もそんな何回見てるから買おうっつっていつも言って、パーって治るんですよ。でその AD さんが多分前に座りたかったんでしょうね。 AD さんが最後にこう喫茶店の席にこう座るのを確認して、自分も AD さんの前に行って座るみたいな、もうそんな感じなんですよ。それでその時はネタで使う曲をこう選んでて、で YouTube 見て 何の曲しましょうかねっつってこう選んでて、じゃあマイケル・ジャクソンのスムース・クリミナルっていう曲にしましょうっつって、でこう曲をこう流して、でみんなに聴いてたんですよ。そしたらどっからともなくなんかこうトン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 聞こえるんですよ。なんだろうと思ってこうパッて見たら、小田島くんがこうテーブルの席でと思って、めちゃくちゃ乗ってんじゃんと思って何こいつと思って、でずっとこうやってやってて、でも私もシカとしてもうずっとこの打ち合わせしてて、じゃあここで振り付けしてダンサー呼んでネタやりましょうみたいな話してるんですけど、もう小田島くんのこのトントンな感じが全然入ってこなくて、打ち合わせにでもイラつくなと思って、でパッとこうずっと見てたんですよ。そしたらこう最後の小田島くんこうやってトントンやってるんですけど、最後のこのユーピーヒッパーパッパユーピーストップアップスプークリミナスポーって言ったんですよ。ポーまで言うた、ポーまでちっちゃい声でポーって言ったんですよ。しかもその前のコーヒーをもうあのビートを刻みながらパッパビュースクリープポーって何回言ってめちゃくちゃイラつくんですよ。はい、そういう話ですよ。これでもやって一通り、あ、そうです、あ、そうか、小籔や、小籔や、小籔や、さあ、なおちがね、ダメ、はい、はい、押さえたまま、お待たせしました、小籔劇場開幕。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。はい、僕ある、まあ、ゴッドハンドの先生というか、はい、まあ、マッサージというか整体というか、そこはもう本当独特で、普通じゃない直し方を、普通じゃない直し方をしてくれるところやというのを聞いて行ったんですけど、本当すごいんですよ、まあ、詳しくは言えないんですけど、本当にもう何か見ただけでどこが悪いか分かるようなぐらいの、しかも、まあ、例えば腰が痛いって言っても全然腰揉まないんですよ、全然ちゃうところグッ押してきて、でえってなって、それでちょっと緩和するというか、もう普通じゃない、まあ、ゴッドハンドのところに行かせてもらってたんですけど、まあ、そこを何回か行ってる時に、僕よりすごい先生いますというか、僕とは違ったアプローチをする先生で、僕よりもだいぶ年上で、その、ゴッドハンドもはっきり言ってまあ60は超えてはるんですよね、下手したら70いってるかもわからないです。でもその方が、あの人はすごい大先輩やっていうか、まあ、例えばまあ80とかの先生なのか分かりませんが、そういう方もいらっしゃいますけど、ご興味あったらって言ってくれたんで、あ、じゃあちょっとすいません、ぜひお願いします、そう言うてスケジュール合わせて、この
来てくれはることになったんです、そこの院に。でそれがまた別室の、まあ、本当に個室みたいなところに入ったら、そのいつものゴッドハンドの先生がこちらにいらっしゃって、で僕がまあ椅子のところにこう座ってるんですね。ほんでどんな感じの方が来るんかなと思ったら、なんとなく1000人みたいな人ですって言われたから、1000人みたいなの来んねやと思ってて、まあ、ちょっと緊張してたんです。ほんで結構こう格闘技の流れみたいな感じやから、その格闘技のお弟子さんみたいなのも連れてきはって、パッて1000人来はったんですよ。ほんであすごい、まあ、なんとなく聞かされてるからすごいオーラで、このゴッドハンドでも大概偉いのにもっと偉い人かと思ったらすごい緊張したんです、まあ、後ろにこんなも肩も首も太い、まあ、僕よりちょっと年下の2人 の、 この弟子みたいなのが来て、すごい顔は笑顔やけど胸板こんな喧嘩したらめちゃめちゃ強いみたいな2人従えてるんです。で今日お願いします、ああそうですかみたいな、でお願いしますみたいな、ほんで、どういうふうなとこが痛いの、まあ、腰とかそんなんですかね、分かりました、じゃあ椅子座ってみたいな、千人が東京弁ですごい、ほんで、あ足太もも押さえとけみたいな感じでこう後ろの千人が言うんですよね。ほんで弟子たちが僕の太ももをかってガッと押さえる、でこのなんとなく肩を持って上にも僕を持ち上げるみたいな感じのことをしたかったんやと思うんですけど、ゴッドハンドって弟子二人がもうこの距離でここにおるんですよ。優しい顔してますけどむちゃくちゃ怒った怖そうな二人がこうグッと押さえてるんですね。で後ろに回って、あ行くよ力抜いてみたいな、パッて上に上げようとした瞬間にあーって言ったんですよ、千人がめっちゃピーンとした中であーって言ったから、えってなって、こう僕はこうであーってなったから、え何ってなったんですよ。ほんでパッて見たら二人ともなんか心配そうな顔してるし、こっちもって言った、ほんだらって言ってるから振り返ってんか分からんけど足持たれてるから、これ大丈夫ですかみたいな感じでこうパッて見たら、その80歳ぐらいの、まあ、1000人が股間を押さえてうずくまってたんですよ、こう。でまあ思ってたんとちゃうかったからちょっと笑けますけど、ピーンってしてるから笑ったらダメじゃないですか、つって、で僕ちょっとふぐりがって言ったんですよ、ちっちゃい声で。でまあ金玉のことを、まあ、昔の言葉で言うとフグリ、僕も漫画とかでは見たことあるんですけど、その口語で実写でフグリって言ってる人見たことない、まあ、生ではないか、はい、ご高齢やからなんですけど、偉い人がうずくまってて、え何やと思ったら小さい声でフグリが、僕もパッて前向いてなんか見てたら絶対笑ってまうわ、ここに弟子この人押さえてる、で弟子も押さえながらも大丈夫ですかみたいな顔してるんですよ、ここに。でもふぐりがって言ってたからあかんと思って、もう全然虚空を見つめてるわけですよ、あかんと思って、なああ大丈夫大丈夫みたいな、でこう一瞬大丈夫になって僕の脇を持とうとしたんですけど、やっぱ痛かったんでしょうかね、持ったのにつって、結構長いこと痛がってるんですよ、あかんこれもう絶対笑ってまうわ思った時に、ここでなんかみんながシーンって見てるから照れ隠しもあったんかわかんないですけど、で千人がてめえでふぐり痛めてりゃ世話ねえわなって俺何のツイートやねん何のツイート、むちゃむちゃ偉い80かふぐりの後に何言うんかな思ったらてめえでふぐり痛めてりゃ世話ねえわなって、すごい東京弁に言ったけど何のツイートこれ、つぶやきすごいな思ってもうめっちゃ笑いそうになってたんですよ。ほんで、はい、ほんとあかーん思って、先生この2人も弟子もみたいな、大丈夫ですかみたいな、でもなんか言葉かけたりとかしたらええのに、まあ、偉すぎてか分かんないですけど押さえたまま弟子君やろな、なんとかしてよと思って、ほんならまだずっと痛がってる、結構長かったんですよ、ああと思った時僕こっちのゴッドハンドは何でも直せれるわけなんですよ、ってなったら何かこうここ押したらいいですよとかそういうツボ、腰直したりすんねんからこの痛みが和らぐなんかこの辺とかないんかいなと思って、こうパッてこうゴッドハンドの方見たんですよね、ほんでゴッドハンドもってなってるんですけど結構長かったから、あじゃあ先生あのそれやったらねっつってゴッドハンドが千人に話しかけたんですよ、よかったらなんか直そう方言うてくれるんかと思ったら、あのあ先生いやそんなに痛いんだったらちょっとジャンプしてみたらどうですかって、いや直し方普通と思ってそんなゴッドハンドやねんアドバイスめっちゃ欲しい飛んでみたらどうですか、いやそれは俺でも知ってるしでパッて見たら千人がちょっとピョンピョン飛んでゴッドハンド弟子はどんな感じですか弟子はまだそれもう解除してるやろ、もうそれ解除してるやろ、飛んだ方がいいですよね。この後 MVS 大発表。
さあそれでは MVS をですね松本さん。ガクトさん。ガクト。ちょっとリップ塗っていいですか。塗る時間なんぼでもあったと思う。ですね、はい、それは外すなっていう話なんですけども。それは外すな。僕の過去の、まあ、多くのスタッフ、まあ、マネージャーも含めてダンサーとか、はい、まあ、メンバーもそうなんですけど、なぜか分かんないんですけど、まともなやつが一人もいないんですね。うん、そんなことないと思うんですけどね。ちょっとやっぱ変わってるんですよ。で、しかもその変わり方がなんていうんですかね、イラッとするんですよ。はい、その笑えるかわその変わってる感じではなくて、イラッとする変わり方なんですよ。で、まあ、僕のマネージャーだったんですけども、そのマネージャーに金森っていう、はい、まあ、女性のマネージャーがいて、あの顔がペコちゃんみたいな顔してるんですよ。可愛らしい顔なんですけど、あの怒られた時とか、あのえっていう時の顔もペコちゃんの真似っぽくやるんですよ。こうこうみたいな。イラッとするんですよ。しょっちゅういるとそうかな。でしかもすごい天然なとこがあって、空気読めないんですよ。である日ライブが終わって、僕の、まあ、こう地方の楽屋でそのコンサートの演出の話を舞台監督とやってたんですよ。でも僕の楽屋だったんですけど、楽屋が地方なんですごい小さかったんですよね。でもライブの後片付けをしなきゃいけないって言って、彼女は後片付けをバーって僕の周りでやってたんです。で僕はその舞台監督と、いや今回のライブの予算は思った以上にちょっと行ってしまったよって、これだとちょっとまずいと思うんだよ、こっから追加の予算を入れるのはって、お金の話をしなきゃいけない。でもさすがにやっぱりうちのマネージャーにはお金の話は聞かせたくない、ちょっとあの結構ヒートアップしちゃう話だったん でうちのその舞台監督もそうですねちょっとって言いながら、こう話したいんだけどそこにマネージャーがいるんで話せない、はいはい、で僕それを悟って、でまあ冬だったんですけども、ちょっと廊下寒い廊下にちょっとこいつ待たせたいなと思って、うちの金森に、おい金森、ちょっと外してくれって言ったんですね。そしたら金森がパッて見て、でまあ、その話もまあ聞こえてたと思うんですよ、お金の話をしてたんで、なのできっと誘ってくれたんだなって思ったんですよ。すいませんすいませんでした、気がつかなくてって言ってパッと壁に行ってコートをこうやって外し始めたんですよ。で僕最初こいつ何やってんのかなって、僕のコートなんですよ、こいつのコートじゃないんですよ、僕のコートなんですよ。でパッと僕のところに持ってきてこうかけようとするんで、おいそっちじゃねえよ、ちょっと落っこっちゃったんですよ。そしたらこうって言って、すいませんでした全然気がつかなくてって言って、そいつ戻して出ていくのかなと思ったら、僕の後ろにパーって回って一生懸命ネックレス外し始めたんですよ。でしかも僕のネックレス外しづらいじゃないですか。で一生懸命外しながら、すいません外れません、そっちじゃねえよ。こっちは踏んだペコちゃん。それは外すなっていう。それは外すな。まあ緊張と緩和でいい話ですよね。よかったよかった。さあちょっと中岡もね、そうですね、ね、拍手。おーい、すごい、すごい。でそのマネージャーさんが、はい。中井の滑らないマネージャー再び。おーい、すごい、すごい。でそのマネージャーさんが、はい、次のマネージャーさんも違うマネージャーさんがついて、そのマネージャーさん今のマネージャーさん一緒なんですけど、もう16年ぐらいついてる現場での長いマネージャーさん、上久保、はいはいはい、その子はやっぱ高校の当時なんか野球かなんか体育会系で、
で早いうちからそういうなんか応用力とか対応力とかすごくやってくれて、で僕に対してもすごく我慢強くいろいろやってくれて、今までもずっとついてるんですけども、でも多分すごくやってくれるんですけど、プライベートが一切ないんですよ。そこはなんかね、一線を引くっていうか、お互いなんかこれはなんか線を引いてした方がいいんじゃないかなって、まあ暗黙だったんでしょうね。だから、収録が終わってご飯食べに行くことも一回もないですし、どっか遊びに行くこともないですし、でもなんかやっぱりなんかあってもいいのかなと思いながら、ゴルフに誘ったかったんですよ。今度の日曜日俺休みだし、休みだと思うからゴルフ行かないって言ったら、いやそれはもういろいろあるんで大丈夫です、大丈夫、ゴルフぐらい行かないかって言っても、まあなんかそこはやっぱり線を引きたがってるんでしょうかね。でまあ2年経って3年経って、もうそろそろ行かないとゴルフ行かないって言っても、いや多分他のメンバーのスケジュールもあると思いますんで行かなきゃいけないんでちょっとって、でも偉いなっていう反面、そんな顔見知りの人だから全然緊張することもないから大丈夫だから行こうよって言っても固くなることあるんですよ。で5年6年経った時に初めてゴルフ行こっか、もうそろそろいいんじゃないかって、じゃあお供してよろしいでしょうかって、全然よ、ほんと気兼ねなく、じゃあ今度の日曜日お願いしますで木曜日金曜日やって、お明日明後日になるなって、ちょっと打ちっぱなしとか行った方がいいですね、まあ別にそれは自由だけども行った方がいいんじゃないなって、で日曜日の前の日の土曜日の金スマかなんかの収録があった時に、ちょうど特番かなんかだったんですかね、まあ、ゲストの方々来てて、僕収録中にお腹痛くなって、で腹痛いなと思って、でも痛いのはまあこらえられるから大丈夫だけども、でもこれちょっと尋常じゃないな、ちょっと本当すいません収録止めて、ちょっと休ませてもらえますか、で本当5分であれしますんで、で通り行っても出るわけでもないし、でも痛いな、ち戻ります、よしやりましょう、すいませんでしたってやってる時にまた痛くなって、この激痛なんだ、ちょっと油汗出てきて、その時女芸人さんが森さん中とかも何人かいて、これ止めたらまた次の日のスケジュールもないから、なんとかやんなきゃいけないなと思って、一回休ませてって楽屋戻ったらそのままもう気失っちゃったんです、で気づいたら病院で、うわ何だったんだと思って、あ、痛い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 、なんだ病院ですかっつったら、今指で調べたら盲腸ですと、うん、あそうですか、やっぱ痛いもんなんですか、痛いと、で夜中今1時2時ぐらいやったのかな、でどうすればいいですかって言ったら、これもう手術をするしかないですね、あので僕聞いたことあるんですけども、散らすことはできるんですか、散らすことはできますけども、今の段階では手術ですね、僕は散らして、まだちょっと収録があるんで、ちょっと散らして入院もしたくないし公表もしたくないし、そしたら明日の朝ちょっと数値を見てみましょうと、それで下がってたらちょっと考えましょうと、ほんでじゃあそのとりあえず入院してください、その2時からちょっと横になって寝たのかな、病室でで寝て、看護婦さんに起こされて、ああロボどうもおはようございますつって、数値の方測りますんで、測りました、じゃあ結果もうちょっとしますんでと、そうで看護婦さんが出てって、入れ違いにその現場のマネージャーさんが来て、で僕はちょっとリクライニングでこう押しながら、ああそうかそうか来たかつって、あもう大丈夫、本当悪いな、あの金スマの収録どうなった、いや大丈夫ですよ、もう気にしないでいいですよ、あそうだよな、あゴルフお前行ってこいって言ったら、何言ってるんですか、中井さんがこんなんなってんのに、あのゴルフには行くわけいかないですって、いや大丈夫だって、そんな俺もう本当みんな知ってるメンバーだし、で俺はもう別にお前がいてもいなくてもこの治りのが関係ないから行っておいで、何言ってるんですか、中井さんがこんな状況で僕らが娯楽のゴルファーが行けるくもないじゃないですか、行ってこいっつってキャンセルするわけにもいかないですよ、そしたらみんな行けなくなっちゃうから、僕は行けません、行ってこいっつってたら、行けません、行ってこいって言ってるだろっつったら、全身ゴルフウェアだったんですよ。まんまやん、吹けんなあれ、行くんだ、まんまんですよ、シューズまでゴルフシューズ、早い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 、行くわ、なんかチェックの帽子かぶってて、ここになんかサングラスかけてた、行ってこいって全身ゴルフや、すごいなっていう話です、っていう話です、いまーす。ああ、こば、お、来ました。あ、来た。来ましたね。あ、僕今住んでるマンションに、まあ簡易なんですけど、ちっちゃいジムがついてるんですよ。うん、本当にまあ軽い運動できるぐらいのジムなんですけども、まあ僕別に体鍛えてはないんですけど、たまにストレス解消で重たいの持ち上げたいなってなってたまに行ってるんですよ。うん、で何回かそのジム行ってる時に何回か会うおじいちゃんがいて。うん、まあ、おじいちゃんなんですけど、まあ、白髪で、まあ、オールバックというか、まあ、後ろに流してて、でも顔が真っ赤っかで結構マッチョ、すごいんですよ体が、でも結構おじいちゃんのようにも逆三角形で、それやのにこの
ブカブカのあえてタンクトップ着て、アメリカ製みたいな、もうこんなおじいちゃんがいて、で僕はその重たいのガーってやってるんですけど、そのおじいちゃん自分のダンベルを持ち込んで、いつもこの肩の位置まで上げてってトレーニングやってるんですよ。すごいなこの人って。でもこの人本当すごいな、でもなんかなんか言うてるなと思って、なんか言うてる、はい、で僕あの T シャツで顔こう下から持ってきて、こう目の前の目の前の汗拭くふりして近く寄ったんですよ、これやってる時に。近く寄ったら、勉強する意味しない、もっとあたり一つ願ってるんだよと学園天国歌ってたんですよ。多分その早くこのクラスで一番の美人の隣をまで歌って、この一番の美人の隣そこで決めてるんですけど、早口で言うたらしゃあないやろ。ちょうどいいやん、ちょうどいいんです、ちょうどいいんです、ちょうどいいんです、ちょうどいい。個性強いし多いもんね。あ、わかりました、はい、大阪で結構夜中まで飲んで、うん、まあフラフラ帰ろうとした時に、あ、こんな時間までやってるんやってマッサージ屋さんがあったんですよ、うん、まだか。この後ケンコバが真夜中の滑らない話。滑らんな、滑らんな、滑らんな。大阪で結構夜中まで飲んで、うん、まあフラフラ帰ろうとした時に、うん、あ、こんな時間までやってるんやってマッサージ屋さんがあったんですよ、うん、でちょっと疲れてるしマッサージしてもらおうかな、マッサージしてそのまま帰ってバッて寝ようかなと思って行ったんですよ、うん、ほなまあのちょっと中国系の方がやってるようなマッサージで、うん、バーってやっていただいて、あんまりにも気持ちよかったんで、僕結構疲れてたんで、うん、もう爆睡しちゃったんですよ、うん、はい、まあ、紙パンツ1枚なんですけど、紙パンツ1枚で爆睡しちゃって、はい、で60分ぐらい経った時に、お客さん時間ですよって言われたんですよ。で、あ、すいません、寝ちゃってました、すいません、うん、あ、寝ちゃってましたね。そしてもうお客さん元気ですねって言うと、こう紙パンツ の先端をピーンってやられたんですよ。どうしますか、ここで終わりますか、延長しますかって言われて、あ、延長しますって言うんですよ。じゃあとりあえず30分だけ延長いいですかね、はいはい、いいですよって言って、うん、で、まあ、そのままマッサージ続けられて、また僕爆睡しちゃって、うん、はい、30分経ちましたよ、お客さん元気ですね、ピンってやられて、あとピンピンピンっていう、あの紙パンツのなんていうんですかね、はい、先頭ピンってやられて、元気ね、ピンってやられて、あ、これは、あ、なるほどなと思って、どうしますか、延長しますかって言われて、あ、じゃあ30分延長お願い、結構してるで、してあのちょっと一個だけ聞きたいんですけど、うん、なんかあのもしかしたら、もしかしたらなんですけども、このマッサージとまたちょっと違ったなんかあのスペシャル的ななんかあの気持ちいいことは待ってたりするんでしょうかみたいなことを言うたんです、僕が、はい、待ってたりするんでしょうかって言うたら、うちそんな店じゃないよ、そんなやりたくな、自分でやれってティッシュの箱パーン投げられたんですよ。タバコ吸っとくからって言って外でタバコ吸っててまだかまだかまだかっていうことがありました。この動き及んでそれじゃあ行きます。あ、これはじゃあジュニア行きますか。はい、はい、うちの今現場に来てるマネージャーが新人の23歳の、はい、早稲田のラガーマン出身の、名前マリオって言うんですよ、このマリオがなかなかのね大型新人というか変わった子で優秀なんじゃないの。いやいや、それはね、例えば楽屋で俺が着替えてます、うん、例えば楽屋の中がどうであれ、うん、誰かが挨拶に来てくれはってコンコンってノックされたら、うん、俺が例えばパンツ一丁でも、うん、ほいフルで開けよるんです
ね、おいこれね、芸人やったら別にいいんですけど、はいはいはい、番組によっちゃ、ね、やれ乃木坂のなんとかさんとか、はい、欅坂のなんとかさんみたいな人がこう来てくれるじゃないですか、うん、パンツ一丁でコンコン、はいって開けるからもう外とうちでキャーみたいな、うちもキャー、うちもね、うちもね、もうキャー言うてとか、とかでっかいリュック背負ってんすけど、そうタクシー乗んのに毎回左足から乗り寄るんですよ。あせやから後部座席で一周しよるんですよ。アホ、いやお前リュック下ろせやっていうか右足から乗れや言うんですけど、絶対左足から乗って後部座席で一周してるでマリオみたいな。この間も局の衣装さんがこう綺麗にアイロンかけてこうかざ、ね、吊るしてくれてはる、うん、それ着替えようかな、うん、着替えようかって俺に言ったらマリオがワイシャツをこうやってわしづかみで、え、うわ、いやほんまなんか横綱のがタイ持ってるみたいな怖い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 みたいな、そんなマリオと2泊3日のがっつりロケ、これ初めてマリオが同行するんですよ、うわ、ね、はい、そのロケ自体はちょいちょい定期的にやらせてもらってるロケ番組で、マリオ初めてやな、2泊3日あんまり言うても萎縮してもあれやし、円滑に進むようにこう楽しく何もなく過ごせたらええなと思って、うん、朝一サシですよ、マリオとサシで、いやマリオもないろいろあるけれども、ここの番組のスタッフ AD もなかなかやからな、そうなんですかつって俺2人で、はいはい、フルでその番組でまだマリオが吉本入る前3月にロケ行ったんです和歌山に、ほんでこれロケできんのか、それこそ緊急事態宣言発令されるかも、どうや、なるほど、行けるかギリ行けました、局的に OK になりました、でもだいぶこう用心しながらロケやらせてもらおうってやってたら、おばさま方6人ぐらいの方が握手してジュニアって来はったんです、はいはいはい、ほんでいやこの時期に握手なとは思いながらも、こっちはロケでお邪魔してるし、もうこれ変に断るよりもカメラも回ってるから握手して、その後にちょっとこう除菌とか出してもうたら、もうそっちの方が早いわと思って、あどうも言ってお邪魔します言って握手して、ほんでおばさま方が吐きはった、ほんでそれを全部見てた後ろでプロデューサーが AD においアルコール持っておいてって言った、ほいロケ始まったらしばらくしたらプロデューサーが「あんまり何持ってきたのよ俺ら!」って怒号が雰囲気が立ってパッて見たら、プロデューサーその AD に氷結渡されてすげえな、よかったなっていう話をサシでフルで、いやマリオほなプロデューサーがアルコール持ってきてた AD に氷結渡されてたんやって言ったら、マリオが「えハイボールと間違えたんですか?」上行くなと芸人がサシで漫談掘り込んだオチの上お前行くなよそこ気遣い、お前俺どんな気持ちやねんよかれと思って朝から漫談フルでやってんだサシで超えてくなよっていうねこのマリオマリオ言うて、そのマリオが唯一食べれない食材がキノコやっていう、大きならんな山内、はい、お願いします。結構いい感じしてるね、うん、今日はバラつき、僕芸人になる前に、漫画喫茶でバイトしてた時期があるんですけど、この後予選大会で MVP を受賞した衝撃的滑らない話、滑らんな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 。僕芸人になる前に漫画喫茶でバイトしてた時期があるんですけど、そこの漫画喫茶のあるあるみたいなので、個室に一人で入った男性のお客さんがエッチなビデオを見ようとして、ヘッドホンを挿して聞こうとするんですけど、ヘッドホンがちゃんと刺さってなくて、でボリューム上げて漫画喫茶内にエッチな音が響き渡るっていうのが、はい、結構あったんですよ。である日バイトしてたら、そういう状況になってエッチな声が響いたんで、バイトの子が私注意してきますって言って、女の子なんですけどバーって走って行ったんですよね。そしたらその子がキャーって言いながら走ってレジの方戻ってきたんですよ。どうしたんどうしたんって言ったら、もうちょっと私無理です、山内さん行ってくださいって言われて、なん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 って言ってその部屋に行ったら、リクライニングタイプの椅子やったんですけど、そこに
全裸の男の人が、うん、あそこの部分にティッシュをかぶせた状態で寝てたんですよ、うん、でおーって思って、でとりあえずテレビを消して、で状況をこう考えた時に、おそらく一人であのエッチなビデオを見て、うん、で一人でエッチなことをされて、はい、でそのまま寝てしまって、寝てる最中にあのコードに手が当たって、うんうん、コードが抜けて、うん、急に音が響き渡ったんやろなっていうのが分かったんですけど、うんうん、寝てるからどうしようかなと思ったんですけど、うん、いや絶対注意せなあかんなと思って、うんうん、壁にそういう行為は禁止ですって張り紙もしてあるし、うん、張り紙してないんですけど全裸やし、それこれは注意しようと思って、うん、であのすいませんすいませんって声かけたんですよ、うん、で起きないんですよ、うん、ですいませんすいませんって結構大きめな声で声かけたんですけど起きないんですよ、うん、であの肩ら辺をすいませんすいませんって叩いたんですけど起きないんですよ、うん、これ絶対許したらあかんな思って、うん、もう肩が持って、うん、すいませんすいませんって揺らしたんですよ、うん、そしたらその男の人が、うん、あのしっかり目つむったまま、うん、起きてますって言ってたんですよ。あ、起きてたんや。もうちょっと今はもう起きれなかったよな。今目開けてもどうしようもないんでずっと耐えてたんですけど、僕がもう一切帰ろうとしないから、もう起きてください。熟睡の手を取ってました。おー、関根さんです。うちの社長っていうのが、すんごいあの素早いのよ、全ての行動が、はい、ですよね、マッハの浅いって言われてて、うちの社長っていうのが、すんごいあの素早いのよ、全ての有名な方ですよね、マッハの浅いって言われてて、浅井社長。でもあのゴルフのスイングは誰もスイングしたこと見たことないぐらい速いの。速いな。まずよくあのゴルフ場でティーショットをこうガーッとカメラに撮って10コマの連携写真にして、プレー後によかったら2000円でどうぞって、その社長はお金払ったことないんですよ。最初の3コマにしか映ってないから、あと全部フィニッシュの、あと7コマはフィニッシュのまんまなんだ。すげえな。そのくらいプロが取れないぐらい速いわけ、スイングが。で速いなと思って、であのうちにあの、木の内みどりっていうのが所属した時あったわけですよ。でみどりちゃん、毛皮プレゼントするから買いに行こうかって言って、でみどりちゃんもいろいろこう見てたわけ。みどりちゃんこれがいいんじゃないかこれっていうから、あ、そうですか、じゃあこれにしますってパッて見たら、もう胸に木の内緑って入ってたの。早いのよ。で社長とお寿司食べに行ったら、で俺こうって食べてたら、社長はもうあの板さんが置く前に空中で取って、マナー違反でしょそれ。まだ出てないですか。昨日来ました。いや俺だ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 。なんか緊張するな、ちょっと待ってね。あ、みんなも水飲んで飲んで飲んで。ヒロミはね。いや、何の話しようかな。うん、もう短いのにしようかな。はい、ね、もう簡単なの。まあうちの奥さん、あ、伊予ちゃん、松本伊予って言うんですけど。伊予ちゃん。この後ヒロミが詰め松本伊予を語る。まだ出てないですか。昨日来ました。もう短いのにしようかな。はい、ね、もう簡単なの。まあうちの奥さん、松本伊予って言うんですけど。まあ天然っちゃ天然なんですよ。まあ僕長い間もう21年間付き合ってるんですけど、まあ、子供が小さい時に、まあ、子供って家で落書きするから、部屋でガーッと落書きをしてたわけ、
壁にね、うん、おいおいおい何書いてんだよもうくだらねえ書いて、うん、こっちから一生懸命働いて家建てて、うん、ね、お前こんな書かせんなよ、うん、子供怒る、でも子供怒るのもかわいそうだし、うん、ママにママこういうのね書かしちゃダメじゃないと、うん、ね、これはさやっぱりさ、うん、ここに書いちゃったら、うん、どこでも書いていいと思ったらやっぱしつけになんないから、うん、まあまあこういうのはね、うん、書いちゃダメだよ、うん、いいけどね、だけどあんま一応書いちゃダメなんだよってちゃんと教えなきゃダメだよ、うん、ママって言って、うん、分かったって言って、一応ママから言いなって、俺が言うとすげえ怒っちゃうから、うん、分かった分かった、じゃあ言ってくっつって話してくれたと思う、うん、で次の部屋行ったらその壁にここに書いちゃダメってママが書いてる。ママまあまあもうね、そんなのこんなネタ山子だよ。もう16だからやもんね。16だよ。ある意味まだ16だから。まあまあいいですよ。よいしょ。原西さん。お。はい。モンベの方回りますね。はい。まあまあまあ僕のおかんの、はい、話なんですけども、はい、まあ基本僕のおかんはまあ家にいるときは全裸で。え？いやそうだ、家にいるときは全裸で生活してるんですよ。在宅時全裸生活です、ね、そうです。下着とかもつけずにつけない、はい、で、はい、寒くなるとマルチーズを抱くんですよ、こう、うん、服は着ないです、ね、マルチーズで暖を取るという生活のおかんなんですよ、はい、でそれぐらいね、要するにマルチーズはもう切っても切れない。ああ、それそうなったらそうですよ、それね、可愛いし段取れるし、なるほど、手放したくないんですよ、痛みに尽くせるんですよ、ね、絆は深いわ、ね、ある時にちょっと温泉旅行におとんとおかんが出かけようと、でリゾートマンションに一泊しようやないかとなったんですけど、うん、当然おかんはマルチーズを連れて行きたいんですよ。ああ、やっぱりね。まあ、そりゃそうですよね。でも、そのリゾートマンションは、ペット不可の、あるじゃないですか、ペット不可。まあ、そう多いですよ。持ち込んだらダメですよっていうところがあったんですけど、はい、予約してもうてるし、うん、どうしてもマルチーズ連れて行きたいと。うん、で、おかん考えて、空港とかでよくこう、荷物コロコロコロと運ぶ、はいはいはい、ケース。あの、カラカラカラーですね。キャリーケースというか、はい、キャリーバッグ。うん、はい。に、入れて、犬を。うん、ね。でホテルのこのフロントを言うたらフロントってこうあるから、うん、ギリギリまでピタッとつけばカバンが見えないからこのギリギリのラインを横歩いていったらバレないだろうって、ね、でおかん入れて、でそのフロントの前までグッて行って、うん、コロコロってやりだしたら、うん、犬もそれ急にその、うん、狭いところに入れられて、うん、コロコロコロって犬鳴り出してるから、うん、わわわわわわわって言うわ、そりゃそうっすよって吠え出したのよ、ほんなおかんをバレたら、うん、離されるし、うん、どうしたらええねんってなって、うん、もうテンパってもうたやろな、うん、で、うん、ワン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 っていう声に合わせておかんもワンワン無理無理絶対無理無理絶対無理やろ無理無理もうズレズレやろ合うわけあるやろ勝手だとしても待ってくださいよ、何してるんですかってでもまあそのフロントの人もびっくりしてもうて、うん、まあ、そこは通してくれてんけど若負けってやつね、後で横の部屋からクレームが来てダメですよってなってんけど、そこはまあ通れてんけど通れたちょっと怖かったかもしれない、ちょっとおかしいねお母さん、はい、うわすごいなおかしなお母さんですよ、本当かわいいどうしたんは、でも滑りませんね、ほら来たね、滑りませんよ、すごいですよ、いいですね、ねえ、はい、次優勝しょうちゃん来た、来たよ、やっと、ありがとうございます、はい、返しのお前外国人の方と思ったんですけど、なかなかいないですよ、それ、カレーを食べてたんですよ、はい、ある店でね、はい、ほんで食べてたら店員さんが3人ぐらい集まって、はい、あいつまた来るぞと、なんかこう店員会議が始まってるんですよあいつ白人いつも3時になったら来よると、はいはい、で絶対にマスターカードで払えますかって聞いてきよる、いつも、もう毎日来てるんですって、でもう来よるでと、うん、で僕カレー食べながらパッと見たら2時55分やったんで、これは見て帰らなあかんわ、そりゃそうやわ、ね、ブワーってゆっくりゆっくり食べてたんですよ、うん、ほんならねやっぱり5分もせんうちにすいませんっていう声が聞こえたんですよ、これパッと見たら色気のないケント・ギルバートみたいな白人がこう立って見てるんですよ、うん、でここマスターカードで払えますっていうんですよ、うん、まあもう毎日言われてるわけですよ、うん、
で店員さんももう払いますよ払いますよってちょっとそっけないんですよ、うん、はいはいはい、で入ってきて僕の隣の隣ぐらいに座って、うん、ここ誰もいないんですよ、はい、で隣に座って隣の隣にでこう見ながら一個ずつね、このカレーはマスターカードで払いますって言うんですよ。一個ずつ聞きよる。慎重を期してるんですね。慎重を期しとるんですよ。でも店員さんもイライラしてて、はい、でサイドメニューもサラダもあのマスターカードで払いますっていうのを時間かかるな、これはうざいぞと、まあね、食べてたら、うん、でまあじゃあこれとこれとマスターカードで払えんだらお願いしますって言うたんですよ。はい、分かりましたって、まあ、注文。で次その待ち時間で、うん、なんか感謝の雑誌を持ってきとる、はい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 、日本版の、はい、でバー見ながらマフラーのページぐらいで、はい、店員さんにこれってマスターカードで聞きよるんですよ。あからさまにおちょくってるぐらいのレベルなんですよ。これは日本代表としても締めたらなあかん、はい、で絶対そいつがマスターカードで払いますっていう前に、うん、って言いよるから、うん、その次にその外人が、うん、って言った瞬間に僕がね、はい、払えるって言ったんですよ。外人さんね、外国人の方が言うた瞬間僕の方パッて見て、マスターカードでって言ったんですよ。強っ、返し、うまいよな。でゆっくり説明しました。全然おらへんかったよ。全部払える、マスターカードで全部払えるよ。統治法知ってたよ。自然に出た、それすごいな。すごい、あれはすごかった。すごいとこが、すごい、うまいな。じゃあ次行きましょうか。はい、よっしゃ。あ、兵藤くん、はい、ものが今日多いですよ。ですね、大阪でラジオをやらせていただいてて、それの企画でマラソン大会に出ようっていうことになりまして、はい、でまあとりあえず若手の芸人荻野慎吾いうやつと、谷川ゆりいうのと、うん、で3人で、はい、でとりあえず出よう言って、うん、でまあ出たんですけど、はい、でまあ淀川マラソン大会をバーって走ってて、でバーって何百人走ってたんですけど、まあゼッケンってつけていくんですけど、うん、で大体ゼッケンがあって、で上にニックネームを書くとこがあって、で申し込み用紙、確かにそう言うたら あったな、ニックネームの欄、うん、で、まあ、普通に名前書いて、でニックネームのとこは、まあ、どうしようかってなったけど、まあラジオの名前を、うん、なチーム名にしよう、でそれを書いたんです。ほんで書いて出したから、僕らはそのフォアボンっていう、まあ、チーム名になったんでフォアボンって書いてるんです、うん、でわーって走っとって、僕らは何も気にせんと走っとったら、よう見たら結構みんな書いてるんですね、そのニックネーム、うん、例えばまあゴリゴリ乗ってたけど、ペコちゃんみたいな、うん、あペコちゃんおったのって言って、うん、でみんながこうやって、あれ誰なんですよ、あれなんなんですよみたいなの探してたんですけど、その時に荻野慎吾が発見したんですけど、生真面目さがそんな裏目に出るかと思ったおじいさんおったんですけど、うん、特にありませんって書いてた。多分ニックネームないから、特にありませんって書いたのが全部ここに反映されて、だからその周りで走ってる人全員半笑いで、やる手間はそれは、かわいそうだったという。真面目なおじいさん、真面目なおじいさん裏目に出たんやな。全然出ないんですよね。星も出ないからね、はい、そろそろですよ。あ、小林。あ、実は僕あんまり言ってないんですけど、昔人にレイプされたことあって。はい、聞いてないね、聞いてないね、はい、レイプされたことがあるんですよ。非レイプが女性なんですけど、東京で仕事で泊まりの時に、まあナンパしてもうまくいかず、はい、でまあそのまま一晩疲れ果てて、ぼんやり渋谷のあたり歩いてたら、まあ早朝にからやってるその風俗店みたいなのがあったんですよね、うん、でまあそこはまあ普通のとこやったんですけど、ああもうええわ、もう入っちゃえと思って入って、うん、でガラスの向こうに女性が何人かいて、それを指名してくださいみたいなとこやったんですけど、その時間帯外国人の女性タイムみたいな特別時間中やったんですよ。でまあまあ僕もええか思って、じゃあ右から2番目に座ってる子でお願いしますみたいな言ったら、はい、じゃあミキちゃんですねっていう言われたんです。おお、はい、でまあプレイしてたんですよ。まあ普通にお口でどうこうとかね、手でどうこうっていうお店やったんですけども、はいはい、そのミキちゃんがもう日本寒いねとか言うて、こうもう冷房も止めたりとかするんですよ、うん、でこの子やっぱ風土が違うねんなとか思ってたら、急に小声で、
あのお兄さんあの本番しようかって言い出したんですよ、うんうん、多分それね店やったら絶対ダメなんですよ、はい、それのに、まあ、内緒でそういうことやってたんでしょうねみきちゃんは、うんうん、でだからまあ小声でやってでまあ僕ちょっと嫌やなと思って、まあ、そんな気分でもなかったし、まあ、ちょっと怖さがあるじゃないですか、うんまあ、もちろんそれダメなことですしね、うん、でまあお金ないって言ったら多分お金を要求してくると思ったからプラス何ぼかみたいなね、はい、でお金ないって言ったらもう諦めるやろ思って、ね、あごめんごめん俺今日お金も余分な分ないからって言った瞬間に、うん、来たって言ってバーッて僕の上に乗ってバーッと帰って、まあ、言うたら結合した状態からマウントポジションになってそのままパンパン僕のこと殴りながら俺気持ちやろ気持ちやろ気持ちよくなら追加金持ってこいボケ気持ちよくなら追加金持ってこいボケって言われてミキちゃんにミキちゃんにそれもレイプやなレイプレイプじゃもうね、我こそはという我こそはっていういや僕でも言っちゃっていいですかねこれもやっぱはいいやまあ初参加で、はい、あの怖いもの早めにやっといた方がいいというパターンもあるからね僕高校の時にあのマグロ漁船に乗せられてましてそうなんですよね僕マグロ漁船に乗せられてるんですで言ってもその海洋高校なんですよあ、はい、だからみんなが修学旅行とか行く間僕は赤道でマグロを取らされてたんですよほんでそのオーストラリア沖の赤道なんですけどそこでマグロを取るんですけど、はい、あのハエナワ漁業って言いまして一本の長い綱に枝分かれにこう針がついてるんですよで一本の太い縄をその機械に入れてバーっていくと枝分かれになってる縄を生徒でもうみんなでこう手繰っていくんですそうするとマグロがバーンって上がるんですよそうすると急いで近くにある出刃包丁で血抜きをしないといけないんですでガッて血抜きをしてそんですぐに冷凍班っつってパーンって渡すんですでこうまた綱を手繰っていくとまたマグロが来るじゃないですかそしたらまた血抜きをバッてするんですよただ上がってくるのはマグロだけじゃないんですよサメもバーンって上がってくるんですよでサメが上がったらサメはすぐに足を噛みに来るんで近くにあるハンマーで頭ボッコンボッコン叩いてサメを殺さなきゃいけないんですよ、はい、で言っても驚愕なんですよだから女の子もサメにまたがって頭ボコボコン叩いてそうなんですで返り血を浴びながら女の子ってサメ殺した後フって笑うんですよ何匹ももう殺してるから笑うタイミングも掴んでるんですよね殺したタイミングも自分で知ってるんでだからもう必ず顔にかかろうが何しようが最後フって笑うんですよ赤道の上でそれが僕らの修学旅行すごいないやびっくりしたさあ次行きますJagged edges etched in pain A symphony of anger's reignEach beat a hammer striking deep The echoes of a heart that won't sleep This fire burns, a raging storm Consuming all, leaving no form Scars of fury etched in my soul I rise above, taking backThe world is a canvas stained with lights A million whispers masked in disguise A twisted game played